レオナルド三世特古とは、最後のエピロス先制公国の君主、アドリア海の島々、ケファロニファ等の領主。レオナルド三世は、オルシーニ家の血縁で、ケファロニア伯領を継いでいた、アルバニア系貴族、特古家の出身であった。父は、エピロスの先制公、カルロ二世、特古、母はラモンディナであった。1448年10月の父の死後、 エピロスの先制校に即位する。そのわずか1年後、1449年のオスマン朝によるエピロス先制公国の攻撃を受け、結果征服されてオスマン帝国のスルターンの支配下に入った。しかし、レオナルド3世は1479年までケファロニファーに所領を持ち続け、その地を白として領有する。また、レフカス公の称号をも称した。しかし、 そのわずかな所領もオスマン町に接収され、レオナルド三世はナポリオ王国への亡命を余儀なくされた。しかし、ナポリオ王国への亡命後もその地でエピロスの先制校を称し続けた。また、レオナルド三世の長子、カルロ三世特攻もエピロスの後継者を名乗った。1499年、ナポリオ王国で死去した。ミリカセルビアという、 セルビア人の人の間に、レオナルド3世は、以下の子供を授かる。また、即室、フランチェスカ・マルッツァーノとの間には、以下の子女が生まれた。ありがとうございます。